グッゲンハイム美術館。フランク・ゲイリー設計。アウディトリオでテネリフェ。サンティアゴ・カラトラバ設計。全体が大きな曲線で構成されている。EN ・ジェラルド・ラトナー・アスレチックス・センター。ケーブルやカウンター重りを用いている現代建築とは、現代の建築と考えられるものを、全時代のそれと比較しつつ指すための一般的な用語。 全時代の建築と比較して、現代的な一生にて建てられたと考えられる、建築物を指す一般的な用語。現代という言葉が具体的に指す年代は動的で、世代の入れ替わりとともに変化していく。戦前を近代建築とし、それと対比させる形で、戦後に建てられた建築物を現代建築と呼んで区別する。しかし時間の経過ともに、 現代イコール戦後という区切りも自明のものでなくなり、かつて現代建築の代表であったルコルビュージーエも21世紀においては近代建築となっている。古い文献では現代という言葉が全く異なった時代を指している。明治時代の論者にとっては明治時代が現代であり、第一次世界大戦時代の論者にとってはその大戦時が現代である。 21世紀初頭の我々が現代と呼んでいる時代も100年後には現代と呼ばれなくなる。幕末、明治初期から戦前に建てられた建築物のうち、レンガから出発し、鉄とコンクリートの普及する過程で西洋の建築様式や技術を用いた建築物や西洋風の衣装を取り入れた建築物。日本近代建築の生成。 現代建築から、日本の近代建築まで、倉方俊介ザ・フォーメーション・オブ・モダン、ジャパニーズ・アーキテクチャー、フロム・コンテンポラリー・アーキテクチャー・ツー・ザ・モダン、アーキテクチャー・オブ・ジャパン・倉方俊介、西沢平現代の建築、現代建築についてに物の,の種類が増えている、東西アスファルト事業共同組合。ありがとうございます。